鶴ピカハゲ丸は野村新吾による日本の漫画。小学館の漫画雑誌、月刊、コロコロコ,ロコミックにて1985年から1995年まで連載され、コロコロ一番。でも2009年から2016年まで連載していた。単行本は全25巻。後にベストセレクションが上下巻で刊行され、2012年2月より、再び1巻から刊行している。 頭髪が三本しかない小学生、ハゲデンハゲマルとその一家が強引かつ本末転倒な様々な節約を試みるという四コマギャグ漫画。彼らの節約術には、ズルセコという造語が付けられており、とにかく、セコイのがテーマ。第33回小学館漫画賞児童、部門受賞作。1987年には、別冊、コロコロコミックにて、おぼ。 ジャマ君との合作も行っている。続編として、別冊、コロコロコミックにて、ズルピカハゲ丸21が連載された。雑誌、SPA の1コーナーではサラリーマンになったハゲ丸たちが描かれた。2007年より、週刊漫画娯楽にて、北海道へ単身赴任となった父のハゲグラを主人公にした、鶴瀬子課長単身赴任記。 ハゲデンハゲグラの不定期連載を開始。また、2007年5月25日発売の、熱血、コロコロ伝説ボリューム6には、連載終了から眠りについていたハゲタヤが12年ぶりに、目覚める描き下ろし作品、ズルピカハゲマル2007が掲載された。そして、連載終了から14年の時を経て、コロコロ一番、26号より、ズルピカハゲマルとして、 連載復活。コロ,コロコロコミック連載のズルピカハゲ丸より5年後に同誌で連載開始されたスーパーマリオくんでは、ごく初期にマリオが泥棒の格好でコインを集めたり、クッパが大金を握ったりしたとき、それらの行動がツルセコと呼ばれることがあった。2008年12月1日号の R25 では、ツルセコの極意を学べ、というタイトルで、 鶴瀬古の考え方を紹介する記事が掲載されている。そこには、原作者である野村新保が実際に実践している鶴、瀬古が紹介されている。これは、掲載当時、100年に一度の不景気と、マスコミで言われていたほどだったことから、節約の勧めを示したものである。安価に釣りができるようにする題材を示すべく、釣りの雑誌、ロッド・アンド・リールに登場したこともある。東京都練馬区。 ゆすら梅町に一軒家を構える主人公の一家。その名の通り、男子は代々ハゲしか生まれないと、ハゲマルが生まれた時に父ハゲグラが言っており、その他にはハゲマルが近道に見せた家系図で明かされた人物の名には全員、ハゲがついており、全員が頭もハゲである。家族全員が釣る、コに勤しみ、周囲の人間を巻き込んで騒動を繰り広げるというのが、 本作のギャグパターンである。鶴瀬子のそもそもの発端は、ハゲマルの誕生で、育児費用がかかるようになったためと説明されているが、田舎のじいちゃんと、ばあちゃんもせこいため、もともと、そういう家風だった嫌いがある。家族構成は当初、ハゲマルと両親、それに、飼い犬のペスだけだったが、後に、ばあちゃんと、弟鶴丸が、上京。 さらに鶴丸が作成したロボ太郎を加え、最終的には5人プラス1引きプラス1体となった。ただし、ばあちゃんは中盤以降ほとんど登場しなくなる。家族行事として年に一度の贅沢と称し、外食に行ったり旅行へ出かけたりする場合もある。テレビ朝日系列局、大分放送など一部系列外局にて放送された。放送期間は、 テレビ朝日及びテレビ朝日との同時ネット局では、1988年3月3日から1989年10月6日、タイトルは原作と異なり、ズルピカハゲ丸くんとなった。この変更は、スポンサーを集める際に、タイトルがストレートすぎる、名前を呼び捨て等の理由から抵抗があったことから、くんをつけてタイトルをソフトにしたため、1回あたり3話で構成された。 AC パートは原作のネタを織り込みながら進むショートストーリー形式で C パート後には毎回この作品はギャグアニメーションであり実在する人物団体等とは一切関係ありませんという断り書きが表示された B パートは鶴瀬小ベスト10のタイトルで隣でんじいさんとブス姉ちゃんの司会によるランキング番組風に小ネタを10本に紹介する スタイルが取られた。ただし、番組中期以降は5位から4位までを省略し、ご近所の鶴瀬子人間、鶴瀬子音楽館など特別企画の小ネタが代わりに紹介されることが多くなった。番組後期はほぼ毎回のように4から6位は、愚か7位8位までも省略されるようになり、ランキングの途中にそれ以外の特別企画が複数本紹介されることが普通になっていた。また、 一度だけではあるが、ランク外の発表があった。これは、放送事故、エラーの設定で、今週のバカタリアンの1枚3位に、特別企画ランク外の2作品1位という流れだった。実際の放送事故ではないが、それ以前には準備中で、仕切り直しのシーンがあった。番組改編期に、1時間の拡大スペシャルが、通算3回放送された。初回は、鶴。 セコベスト展を拡大し、鶴セコベスト20都市2.3回目は、通常の鶴セコベスト展は別に、ハゲマルクラブというタイトルで特別企画の小ネタを中心に紹介した。テレビ朝日で放送された他の数多くのアニメと同様に、エンディング映像の後に次回予告の枠があった。しかし、本作は次回のサブタイトルを一切出さず、まず、愛か、友情か 走れゲマル、笑えゲマルのテロップが出され、その後はゲマルの週替わりナレーション。てなわけで、次回も、鶴ピカはげ丸くん、そして締めは、鶴瀬子パワーでチャンネルは決まったぜ。最後は、次回堂々放映、というテロップを出していた。1989年3月までは、木曜日18時50分からの放送だったが、1989年4月の、 番組改編により、ハイアッこですとの枠交換で、水曜日19時からの枠に移動。枠交換前の木曜日18時50分枠、交換後の水曜日19時枠ともに、ローカルセールス扱いとなっていたため、多系列番組、アン系列局の遅れネット番組、再放送番組、自社制作番組等に当てていた地域もあり、これらの地域では遅れネットでの放送となっていた。 第59話は本放送時にはなく、再放送第1回目に初放送された。なお、第57話の予告は、次回が最終回ということを意識したものになっている。一方、その次の回の予告は、最終回を意識した内容になっていない。当初、ハゲマルの役はつかせ、のりこが演じていたが、つかせの急世に伴い、第38話から杉山和子に交代した。 この時期から、鶴瀬子ネタが減り、オーソドックスなギャグアニメとなっていった。ハゲマルの父の役には、小形健一が、ハゲマルの友人である、近藤勝の役には、金丸淳一が起用され、監督の安美哲夫は、ハゲマルの父と近藤が、ギャグの応酬を繰り広げる場面については二人に任せる、ことにしていた。金丸は、最初の頃は小形から、 ツッコミの甘さなどを指摘されていたこともあり、一時はスタジオに行くのを辛いと感じることもあったが、自らの考え方を変えることで楽しくなったと、2016年のアニメートタイムズとのインタビューの中で振り返っている。金丸は思い入れのある役として混同を挙げており、この時の経験が後にセクシーコマンドーガイデンすごいよ。 マサルさんの不眠役を演じるのに役立ったとインタビューの中で述べている。テレ朝チャンネルの新映アニメシアター内で再放送されたほか、1991年には千葉テレビでも放送されたことがある。動画配信はギャオなどで実施されている。また、NTT ドコモのドコモスマートフォン向けサイト D マーケットのビデオストアではサブタイトル級以外が配信されている。 サイバーエージェントとテレビ朝日が運営しているインターネットテレビ局アベマ TV の家族アニメチャンネルにて2016年4月11日の本放送開始と同時に再放送を開始したがオープニングとエンディングは割愛されいきなり本編から放送している映像ソフトは2020年1月29日よりベストフィールドから初の DVD が発売された ただし OP は本放送時のものではなくテレ朝チャンネルでの再放送時に使用されたものに統一している。ED も大半は本放送時のものを使用しているが第24話と第44話のみテレ朝チャンネルでの再放送時に使用されたものになっている。また一部の回では次回予告がなく SP3 のアバンパートは映像のみの収録となっている。 放送日時は個別に出展が提示されているつぼねを除き1989年7月中旬から8月上旬時点放送系列は放送当時のものとする1989年開催の第5回ハードソン全国キャラバン内で使用されるイベント用 PC エンジンソフトとしてハゲマル、モモタロウの木登りゲームが作成されているボタンを連打すると ハゲデン一家と桃太郎が木登りを行い、その順位を競うという内容だった。ツルピカハゲ丸目指せ。ツルセコの証は、1991年12月13日に、ジャレコから発売された本作品を題材とした、ファミリーコンピュータ用アクションゲーム。アニメの放送終了後に発売されているため、コロコロコミック等での宣伝が主である。 原作のイラストを使用しているため、原作のタイアップではあるが、本作の著作権表記はアニメ版のものである。内容が原作からもかけ離れた、凄まじくシュールな世界観であり、バカゲートの評価が一般的。後に、伝説のクソゲーランキングにもノミネートされたが、原作者の野村は、クソゲートは失礼な。せめてヘゲート読んでと語っている。ストーリーはるか昔、 鶴瀬せの証が宇宙から飛来してきた。鶴瀬せキングは、それによって鶴瀬せに目覚めた。主人公のハゲマルは、その継承者だった。彼は、鶴瀬せの証を探す旅に出ることになった。ピコー、その時に、近藤が読み上げた名前は、ハゲクラ以外に、ハゲサク、ハゲキチハゲスケなる三名が判明しており、どれが誰なのかは、 明確になっていないが、その四マのお家では三人の顔も描かれている。ただし次男、鶴丸は頭がふさふさであり、ハゲグラも息子たちの年齢時に発る丸のように頭髪が生えており、ハゲ左獲衛門のも初登場時に、髪は十年前に全部抜けたと話していたことから、過去には頭髪があったようで、一部の男子は生まれつき以外に、後天的にハゲることもあるようである。熱血。 コロコロ伝説ボリューム5より。これは、鶴、施工をする際の鶴丸と、父ちゃん以外のハゲタやゼニーン、及び鶴聖子とシンボ先生に共通する癖である。これらはシンボ先生も使う。また、クヒヒ以外は、舌を出す癖と同様、ハゲタやゼニーン、及び鶴聖子もしょっちゅう使うが、母ちゃんや聖子のように女性だったり、鶴丸やばあちゃんのように特徴的な語尾がある場合。 儲けたわ、ナイスでし、ダズイなどのように多少変化する。桜先生に無理やりはらされた身長では123センチメートルとなっているので、鶴丸より20センチメートル以上高いことになるが、ある話では一つの服を二人とも着ることができたり、絵的にもほとんど同じである。体重は35キログラム。一回は近藤との剣道の試合で、市内に引っかかって抜けてしまった時、 もう一回は、グースカ野村のクイズコーナーで、ハゲマルの髪の毛が二本しかない。なぜかという問題にて、その正解は、オイラが書き忘れたからだようんだった。また、毛早役によって、髪が伸びたことが二度ある。一度目は三倍くらいに伸び、二度目は、身の丈ほどもあり、それをくしゃくしゃにして、パーマに見せかけたら、桜先生に怒られてしまった。一度、 髪の毛が4本に増えたと思われたことがあったが、これは1本が枝毛だったことによるものである。AB、ゲームラボ2008年9月号よりわかる限り、外したのは7巻での2回と19巻の1回だけ。偶然にも当時の、コロコロには、ハゲクラ、サクラ十郎、公開男児と、ポンコツワーゲンを愛用するキャラが3人も揃っており、読者コーナーでもネタにされていた。ただし、ハゲ、 タヤの男子にその二つの共通点があるという話は、鶴丸が登場した後に出てきた設定。しかし、ほとんどの場合、絵的には兄と同じくらいの体格で描かれている。主に愛媛県で使われている。コミックス発巻より、中身を変えれば、寿司や餅、麻婆豆腐も作れる。一度目はオールバック、二度目は肩までの挑発、三度目は73、分け。 4度目は、ハゲマルに、スポーツ狩りにしてくれと頼んだら、相撲取りの曲げにされてしまった。また、前は変わらないものの、後ろを借り上げたこともあり、厳密に言えば誤回になる。ハゲマルの方は、鶴瀬小娘と分かった当初は、複雑な気分だったが、デートも重ねていて、ハゲマルの両親も公認の中になっている。聖子は、コミックス25巻では、 フィアンセとまで発言している。ハゲマルが、近藤などを相手にする場合と違い、聖子を対象にした鶴瀬子や、聖子の前でずっこけさせるほどの鶴、瀬子をやることがまるでない上ハゲマルの方が聖子の鶴瀬子でずっこけるシーンが多い。ため、一見すると逆のように思えるが、聖子が、ハゲマルくんが鶴瀬子ナンバーワンと発言しているため、聖子の方が、自分より、 ハゲマルの方が上だと考えていることになる。幼稚園ではハゲマルや近藤のいるもも組を担当していた。小学校では数年の時を経て再び彼らのいるクラスの担任になったことになる原作でもそういう描写が全くないわけではない。コミックス18巻より、したとしてもじいちゃんが健在なため100%無理なのだが、コミックス25巻では さらに増えて 125kg になっている。警察官は採用試験に合格したら、警察学校への入校を経て、卒業後に警察署勤務となるため、採用試験合格後に、すぐにパトカーに乗るということは、現実ではありえない一度目はハゲ丸に、掃除のブラシ状の頭にされ、2度目は、おかっぱパーマ。また、兄の山田も一度パンチパーマにしたことがある。 コロコロ兄貴2020年夏号、コロコロ創刊伝説より、後期では、近藤たちによる突っ込みが入った。ABCD、ソニック役でおなじみ、金丸淳一さん声優30周年、オリジナルアルバム再販記念ロングインタビュー、アニメートタイムズ、アニメート、2018年3月29日閲覧、テレビ局ネットワーク、 アニメディア1989年8月号、学研、89から91ページ。日曜6時45分7時15分。テレビ局ネットワーク。アニメディア1 9 9 0年10月号、学研、91ページ。北国新聞1989年4月3日付長官テレビイランより。 北国新聞1990年2月12日付長官15面テレビイランより、北国新聞1989年11月6日付長官テレビイランより、北国新聞1990年2月12日付長官12面、1990年3月21日付長官17面より、開始当初は水曜17時17時30分の放送であった。 北国新聞1988年4月13日付長官テレビ欄より、テレビ局ネットワーク、アニメディア1998年1月号、学研、107ページ、熊本日日新聞テレビ欄より、テレビ局ネットワーク、アニメディア1988年6月号、学研、81ページ、AB ゴロゴロ総監伝説、第二巻177ページ前述の、 アニメ版 OP はつかせが歌っていた。鶴ピカハゲ丸くんに関するカテゴリー。ありがとうございます。